本日は大寒波の中、ベッドから起きるのも嫌だったでしょうに、こんなにもたくさんのマスコミの方々が来ていただけたということに、トイレで少し泣きました。そうですね、ご存知でいてくれてる方もいるかもしれないんですけど、登壇するたびにこの話もしてる気もするんですけど、まあ、ちょっと某マンションから某落っこってしまったことがあって、でその時がやっぱり、まあ、その瞬間がきっと一番絶望的だったと思いますけど、それ以後もなんていうかな、こう地味に復活していくっていう、割となんかこう復活とかじゃなかったんで、その過程みたいなところにあった感情だったり、あ、まあ真面目な話ですけど、ここからなんていうかな、まとってたその空気感だったりとか、例えばそこのその時にあった目の色だったりとか、目の光とか光がないとかっていうようなものって、やっぱ自分としては向かい合いたくないし、もう二度と体験したくないんだけど、なんかそのタンスの奥に突っ込んでもう忘れようとしてたみたいな感覚が、この神事をやるのにあたってとっても役に立ったし、なんていうか空気感みたいなこと、目の光とかをその変えられるようなその役者っていう、なんか自分役者として新しいフェーズというか、ちょっと向こう側の景色がすごいおぼろげながら、あ、そこまで変えていけたら面白いなっていうふうに思えるきっかけにもなれたんで、まあ、とっても良かったなと思うんですけど、はい。まあ、単独18年ぶりの単独主演という感じで歌っていただいてるんですけど、まあ、ずっこけ3人組みたいな3人組の話であって、でその2人の、まあ、後輩の俳優なんですけど、蒼井陽君と坂口君とに本当に助けられて作った映画なので、ちょっとなんていうかな、後ろ髪引かれるというか、単独って言っちゃうとおこがましいかなっていうようなとこもありつつ、18年ぶりです、今まで何やってたんだろうなみたいなね、とこも気分にもなりつつ、まあ、仕事はしてたんですけれども、驚きながら取材を受けたりしてます。いただいております。もう少しください。いかがでしょう。もう少しですか。はい、先はこちら。